こんにちは、スタイリストの山俊です。今回の動画では最近僕がですねユニクロで買ったシャツを皆さんにご紹介してみたいなというふうに思っています。今実際に着ているですねこちらがまさにそうなんですけども、こちらは最近発売されたばかりなんですが、ユニクロのデニムオーバーサイズスタンドカラーシャツというアイテムなんですけども、これがですねなかなか良かったのでぜひ皆さんに紹介をしたいなというふうに思っています。僕はですね最近カジュアルシーンであまりシャツを着ることが多くはなくなったんですよね。それはなぜかというと、シャツというとどちらかというときれいめなアイテムですよね。ビジネスを連想させるような部分もあったりだとか、あとはボタンを留めるのがめんどくさかったりして、僕はですねなかなかカジュアルのシーンでシャツを着ることは多くないんですが、今回選んだこちらのシャツは久々にですねこれだったら着たいなというふうに感じたので、ぜひ皆さんにご紹介ができればなというふうに思っています。シャツというアイテムは先ほども触れた通りどちらかというときれいめなアイテムなんですね。ですのであまりに綺麗すぎるシャツだとどうしてもビジネスカジュアルのような雰囲気が漂ってしまうんですね。例えば最もベーシックなシャツといったら白シャツだと思うんですが、これはですね素敵に着こなせる人となかなかですね仕事着っぽくなってしまう人で大きく分かれてしまうアイテムかなというふうに思っています。僕自身もどうせシャツを着るのであれば少しカジュアルの方が好みなんですね。ですので僕がよく着るのはストライプ柄のシャツだったり、今回選んだようなデニムシャツもですね結構好きなんですね。シャツというきれいめなアイテムの中でもこういった素材がデニムになることでだいぶカジュアル感が漂いやすいかなと思いますし、今回選んだこちらのシャツに関しては結構ですねポイントが満載なんですね。まずは生地がデニムであるということ、そして襟を見ていただきたいんですけども、こちらはスタンドカラーシャツと呼ばれるもので通常の襟型ではなくて割とすっきりとした見た目の襟型になってるんですね。バンドカラーシャツとも呼ばれたりしますが、こういったものがここ数年は旬なアイテムになっていまして、襟の形を変えてみるだけで結構見え方が大きく変わってくるかなというふうに思っています。まだまだですねこういった襟型に見慣れてない方だとか実際に着たことがない方もいらっしゃるかなと思うんですが、そういう方こそユニクロの価格帯でまずはトライをしてみることが大切なのかなというふうに思っています。そしてもう一つはですねシルエットなんですね。こういったスタンドカラーシャツというのは最近では全然珍しくはないんですけども、その中でも今回はですねシルエットが少しゆったりめなんですね。これがですね結構ユニクロのアイテムとしては僕は珍しいなというふうに思いました。ユニクロといったらやっぱりベーシックなアイテム作りが得意なんですけども、今回はサイズにですねトレンド感というところも含まれているので、これはですねなかなか新鮮な雰囲気になっているかなというふうに思っています。見ていただいて分かる通りかなり身幅はゆったりしてますね。今回は僕の通常サイズである S を選んでるんですが、それでもですねたっぷりめの身幅になっていまして、かといって着丈は長すぎないのでそこまでシャツに着られているような雰囲気にはならないかなというふうに思っています。ゆったりめなんだけどもそこまで大きすぎない適度なバランスというところ、ここをですね表現するのがやっぱりユニクロは上手だなというふうに感じています。そしてデニムの風合いもなかなかいい雰囲気に仕上がっているかなと思っています。生地の厚みはですねそんなに厚すぎず薄すぎずというところで中肉厚ですごく生地の雰囲気はいいですね。あまりに薄いものだとペラペラして安っぽく見えるんですが、しっかりと安っぽく見えないような適度な厚みがあるのもいいかなというふうに思っています。ただ厚みが増してくるとゴワゴワしたりだとか着づらく感じることも多いんですが、こちらはですね肌なじみもいいですし動きやすいのでそんなにストレスに感じることもないのかなというふうに思っています。色の展開は3色あるんですが、僕は今回濃いめのですねネイビーを選択しました。もうちょっと薄めのブルーとですね迷ったところではあるんですけども、やはり今回はデニムシャツというのとサイズがゆったりというところで少しカジュアル感の強いアイテムになっているので、色に関してはですねそこまでカジュアル感を出さないように濃いめを選ぶようにしました。今のコーディネートはかなりシンプルなものになっているんですが、デニムのスタンドカラーシャツにですね下は黒いスラックスを合わせています。このようなデニムシャツがカジュアルなのでボトムスに関してはブラックで引き締めてあげるとすごくバランスがいいのかなというふうに思っています。ブラックのパンツといえばこちらの動画の中では定番的だと思うんですが、ユニクロのスマートアンクルパンツもしくは細身のブラックジーンズ、どちらかを選んでもらうとすごくバランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもお試しいただければなというふうに思っています。春先であればこれだけの着こなしでもですね一つコーディネートは完結するんですが、さすがにですね冬だとこれじゃ寒いので
この後具体的なコーディネートもいくつかご紹介してみたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、分かりやすく解説しています。もう少し中級者的なファッション解説を見てみたいなという方はですね、僕がもう一つ運営しています YouTube のメンバーシップチャンネルというものがありますので、ぜひこちらの方もですね、下の説明欄の方にリンク貼ってありますので、チェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、着替えてみました。まずはですね、デニムのスタンドカラーシャツの上にですね、シャツアウターを羽織ってみました。このようなシャツアウターというのは最近のトレンドなので、様々なお店で取り扱っているかなと思うんですが、まさにこちらのシャツとの相性がいいので今回は重ねてみました。まあ、シャツアウターといっても様々な種類のものがありまして、結構肉厚なものもあれば、今回僕が着ているようなちょっと薄めのものもあったりするんですね。まあ、これぐらいの薄めのものであれば、内側に着るものはですね、ニット系よりはシャツ系の方が厚みがないので収まりが良かったりするんですね。そして外側に着ているこのアウターに関しては、一応シャツ襟のようなものがついているので、ジャンルとしてはシャツの延長線上にあるものなんですね。この内側に対してまた襟付きのシャツを合わせてしまうと、ちょっとくどい感じがするので、そういう時には襟元がすっきりとしたこのようなスタンドカラーシャツの方がより相性がいいのかなというふうに思っています。今回はですね、上に羽織ってるアウターがネイビー、そしてデニムシャツですね。どちらもブルー系の色で濃淡を表現しているので、すごくまとまりがいいかなと思っています。でボトムスに関しては先ほどと同じブラック系のボトムスで、この辺りの色あたりもまとまりがいいかなというふうに思っています。足元はちょっと映ってなくて申し訳ないんですが、今回も白系のシューズを履いています。正確にはものすごく明るいライトグレーなんですけども、こういったもので足元にですね、差し色を加えてあげるとすごくバランスがいいのかなというふうに思っています。このような着こなしであれば春先でも使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんトライをしていただきたいなというふうに思っています。はい、続いて2点目のコーディネートなんですが、今回はですね、冬に活用できるような着こなしになっていまして、先ほどのデニムスタンドカラーシャツの上に、今度はですね、ユニクロの定番のチェスターコートを羽織っていました。どうでしょうか。かなりベーシックで使いやすい着こなしになっているかなと思います。まあ、このようなネイビー系の色とデニムはですね、すごく相性がいいので、色合いとしては結構バランスがいいのかなというふうに思っています。そして今回のボトムスなんですが、グレー系のスラックスを合わせています。もちろんブラックのスラックスだとかブラックジーンズでもいいんですが、グレー系のスラックスを合わせることで少し柔らかみのある雰囲気になるので、こういった着こなしもいいのかなというふうに思っています。そして足元はですね、今度はブラック系のレザースニーカーを合わせています。このような着こなしであればかなりベーシックで大人の男性には似合いやすいのかなというふうに思っています。コートを着た状態でもですね、バランスがいいですし、コートを脱いだ状態も一番最初にご紹介したような、まあ、ベーシックではあるんですけども、シャツのサイズ感で少し遊びのあるようなスタイルが楽しめるのかなというふうに思っています。まあ、チェスターコート自体がですね、かなりきれいめなアイテムなので、このようなアイテムの内側にはですね、少しカジュアルなものを合わせた方が僕はバランスがいいのかなというふうに思っています。その点白のですね、シンプルなシャツだとちょっと綺麗すぎるかなと思うので、今回のようなデニムシャツはめちゃくちゃ相性がいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、お試しいただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目の着こなしなんですが、これがですね、結構収まりが良くて、僕の中ではですね、新たな発見だったんですけども、今回はネイビーのセットアップですね、こちらの中に先ほどのデニムスタンドカラーシャツを入れています。これがですね、なかなかいいかなと思っています。まあ、ちなみに足元はですね、一番最初に履いていたライトグレーのですね、スーパースターなんですけども、これはブラックレザースニーカーでも全然問題ないかなというふうに思っています。この着こなしはセットアップというですね、少しきれいめなものの中に少しカジュアル感を出してあげるにはですね、かなりバランスがいいのかなというふうに思っています。もちろんちょっときれいめのカジュアル着としても使えますし、まあ、職場によってはこのスタイルでもですね、問題なく使えるかなと思うので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思っています。まあ、セットアップというだけでかなりきれいめ方向になるんですけども、その内側にこのようなデニムシャツが加わることで適度にですね、カジュアル感が漂うんですね。ですので普通のシャツを合わせるよりは、こういったスタンドカラーシャツ、しかも素材感がデニムだと結構ハマりがいいかなと思うので、ぜひこのスタイルもですね、皆さんお試しいただければなというふうに思っています。僕は今回ですね、ディストリクトユナイテッドアローズというところのセットアップを着ていまして、こちらはサイズ感がですね、ほんの少しゆとりがあるんですね。まあ、特にボトムスなんかは少しゆとりがあるんですが、これはですね、ユニクロの定番である感動ジャケットと感動パンツ、この2つでセットアップを組んでもらって、その内側にこのシャツを使ってもらうのもいいかなと思うので、ぜひ皆さんもお試しいただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では最近僕がユニクロで買いましたデニムオーバーサイズスタンドカラーシャツについて解説をさせていただきました。
これはですね、ユニクロのベーシックなアイテムの中でも少しトレンド感があって今っぽいアイテムになっているのかなというふうに思っています。まあ、なかなか大人の男性にはですね、見慣れない部分もあるかなと思うんですが、ただですね、半歩先のおしゃれとしてはすごく使い勝手がいいのかなというふうに思っています。まだこのような襟型のシャツにトライをしたことがない方だとか、あとはゆったりサイズのシャツも着たことがないという方、こういう方にはですね、ぜひ最初の一歩としてこちらのシャツを活用していただきたいなというふうに思っています。最初はちょっとハードルが高く感じるかもしれないんですが、意外と着てみるとですね、馴染みが良かったですので、ぜひまずはですね、店頭で試着からしていただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。これからもですね、大人の男性に向けてベーシックで使いやすいファッションの教訓ですね、どんどん動画でお届けしていきますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。